事業者の国内取引の消費税についてですね、まあ細かいところではあるんですけども、ここもですね、時々ご質問、ご相談いただくところですね。まあ、消費税の基本的な仕組みというのはですね、まあ、ご存知の通りなんですけども、国内の商品やサービスにですね、商品に課される税金ですので、まあ、これがですね、まあ、ヨーロッパ並みにですね、どんどん上がっていくというふうには言われてて、まあ、20%以上というのまでですね、言う人も将来的にはですね、います。まあ、かなりの負担になると思うんですけども、まあ、海外事業者のですね、国内取引の、場合の消費税の適用条件ですね。まあ、一定の条件下でということなので、まあ、細かいところはですね、また、お伝え、ご連絡いただいた方にお伝えしてるんですが、まあ、例えば国内事業者が日本国内にですね、営業所を持っている場合とかですね、日本国内での販売が行われているとかですね、まあ、特定のサービスやデジタルコンテンツの提供ということで、いろいろ条件あります。